はい、こんにちは。本日は三谷古民家からお送りしたいと思います。今日はですね、田植え前の準備の様子をご覧いただけたらと思います。それでは最後までチェックしてね。ございます。タコ、おはようございます。どこ行きました？はい、今日はですね、三谷古民家で田植え前の田んぼの準備をしていきたいと思います。良い天気です。眩しい。帽子取ってこよう。なんかじいじが呼んでおります。すごい。なになに？鯉？うわ、ほんまや、鯉おるやん。うわ、鯉。あ、そうなの。あ、あそこにもおるね。ちょっと見えんけど、あそこね。なんで今の時期そんな鯉おる？あ、鯉のぼりね。なるほどね。はーい、ではトラクター使っていきたいと思います。じいじ教えてください。何するん？あ、これ違うな。ちっちゃいやつやん。今期で田んぼを耕します。今期ちゃうよ、トラクターやで。え？トラクターやで。これ今期じゃない。今期だ、ちっちゃいんで。水を差すようなやつ。ああ、あれが今期か。最初に出てたやつが今期。これがトラクター。何回田んぼ使うの？田植えまで何回か決まっとらんの、うん、草が生えるたんび。はるかー、何してるの？はい、走ってまいりました、我が息子。端っこ？端っこは歩み難しいけんできんわ。早く動くよ。はい、今日ははるくんのじいじにお手伝いしてもらっています。じいじじゃないとちょっと田んぼの端っこはうまく耕せないので、またこの技も教えてもらおうかなと思っています。毎年毎年一緒にしてると上手になるでしょうか。頑張ります。
それではレッツゴー、頑張ってくださーい。はい、こんな感じでね、端っこギリギリまで耕してくれています。私はこの後ぐるぐると耕していこうと思うんですが、その様子を撮ろうと思ったら撮れていなかったあるあるなので、ジージの技を見ていただければなと思います。こんな感じでね、私も頑張っています。はい、トラクターに乗ってるところの視界はこんな感じで、結構左がどのくらいかとかって難しいんですけど、やっていくうちに慣れていてとっても楽しかったです。こんな感じで綺麗に耕せました。おっとっとっと、はい、うちの田んぼは2枚あるので、こっちと今じいじが耕してくれてる方とあります。もう終わりかな。お疲れ様でした。終わった？え？ええやろ。終わり。綺麗になりました。良い天気ですな。うん。はい。それではおしまいです。開けとく。
ご視聴ありがとうございました。また見てね。